リラックマです。<laughs> はい、ということでやってまいりました、職場コミュニケーションの専門家、アンディー・中村でございます。よろしくお願いします。<laughs> 一応、自己紹介しておきますとね、まあ、この格好を見ればもう分かります。私ね、普段は一部上場商社で課長をやってるサラリーマンなんですね。ええもうよく質問を受けます。アンディさん、まさかいつもその格好で仕事してるんですかそんなわけないね。 まあ私ね、9時から5時まで、ねえー、働きながらですね、えー、職場コミュニケーション、ね、上司がバカだとか部下が使えないとかそういうのを揉めてる職場の、まあ、環境改善のお、まあ、研修とかねセミナーなんかをやってます、えー、会社では禁止されてるんですけど副業でまあお金もらってですねあの講師をやってるっていう人なんですねだめなんですけどあのクビにならない理由が実は1個あるんですね年間100本ぐらいやるとね大体こうスキルがどんどん上がってくるわけお金をもらっていたスキルを 私はねこう社会にあの還元してるんです要具体的に言うと一人親貧困家庭ってあるんですね今、日本で大体、ね、7人に1人ぐらいの子供が貧困に陥ってる給食代が払えないとかね塾に行けないとかそういう子たちの学習支援っていうあのボランティアでねやってます。つまりお金を得たりね叱ったノウハウを社会に無料で、まあ、貢献するっていうことで、まあ、この間ルく,く,くるくる回してるってことですね。で僕あの 会社が休みの日、まあ、土曜日は小学校3、4年生、日曜日が中学校1、2年生の、まあ、子どもたち、まあ一人親の貧困家庭の子どもたちにまあ勉強を教えるっていう仕事をね、まあ、江戸川区が NPO にね、業務を依頼して、まあ、勉強を教えたりとかします。子どもたち面白いですね、小学校3年生の女の子がね、先生って昭和生まれお昭和だよ。っていうことは、食べるのは和食いや、そんなわけないね、昭和生まれも洋食食べるよ。ね 先生が生まれた時って電車で移動汽車で移動飛行機はなかったの先生はテレビ近所に見に行ったのどこでそんな見たいの <laughs> オールウェイズって映画でやってたまあ子どもたちの昭和のイメージでこんな感じですこういうのをねやっぱり現場に行ってみると思うわけ江戸川区ってすごいなって子どもたちのために予算を組んで ね、教材とかも全部 NPO 経由で子どもたちに渡すわけですよ税金ってこういうことのために使われるんだなって強く現場に行くと思うわけところが江戸川区この間ね区長が変わりまして学習支援のですね事業に予算がつかなくなりましたこの3月31日で打ち切られて4月1日から別全然違う事業にあのお金がつくことになりました で何にお金がつくようになったかというと、学習支援をやるのは学校でやるんだって、先生の仕事だって、ボランティアの仕事じゃねえだろって、僕ら公民館に子どもたちを集めて勉強しているんじゃなくて、勉強しているのは本来学校の先生の仕事でしょって、なんで、ボランティアの人たちはね、区民館に行って子どもたちに勉強をしているんじゃなくて、先生たちが今忙しすぎて、子どもたちの面倒を見らんないんだから、あなたたちは、 先生たたちの支援をしななさいいっっていうことになったんですよどういうことになったかというとここにもう一個全然別の NPO があってここに予算が付け替わっただけなのよ。ボランティアがね学校にいて先生を支援すれば先生の手が空いて子どもたちの学習支援ができるでしょって理屈なんです。これが新しい区長の先生たちに対すする働き方改革なんですということでねボランティアさんは僕たちが新しいボランティアの皆さんねこちらの事業に ね、受付してくださいって言ってホームページできたわけで見に行ったのこの間そのホームページね募集してるの何ですかいや分かるよ学校の芝の定理は先生がやってて忙しいからね僕たちがやんなさいっていうことなんだと思うんだけど、まあ、もちろん芝の手入れも大事なんだけどねその働き方改革の中でどん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 授業が移行されてて正しい授業の中では学習支援っていうのは 教員免許がある人しかできないのよそういう授業になって僕たちはまあここからはじき出されちゃったんだけどまあ結局先生は忙しくて貧困家庭の勉強がちょっと遅れてて塾に行けない弟と妹が部屋の中で暴れてて教科書を破るから勉強ができないっていう子どもたちはどん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 置いてきぼりにされてるんですよ。これって一体誰ファーストのの政策なのってまあこのひとり親の貧困家庭の子って、えっと、全員じゃないですよ全員じゃないけど多かれ少なかれ社会とか。 大人とかに不信感を持っている子たちがすす。ごく多いです大人なんて社会なんてどうせ大したことねえだろって嘘ばっかりじゃねえかっていつも自分たちの都合ばっかりじゃないかって言ってる子たちに僕たちは言いましたおじさんたちは休みの日仕事が休みの日に来て江戸川区が予算をつけて君たちに教材を渡して勉強を教えるってことができるんだよ大人だって社会だって捨てたもんじゃないだろって言い続けてきました子どもたちはそうだなって 大人の中にもちゃんとした大人がいるんだなって思い始めてて、先にやっぱりこっちですよ、やっぱり大人苦手じゃねえかって、ふざけんじゃねえって子どもたちに言われましたよ、返す言葉がないですよ、事実だからね、江戸川区の政策を批判しているわけじゃないです。今の江戸川区の区長は江戸川区民に選挙で 選ばれた区長ですなので、江戸川区の方針も間違ってるわけじゃなくて、江戸川区長も間違ってるわけじゃなくて、江戸川区の人が間違ってるわけでも何でもないです。ただ、僕は皆さんにぜひ実行してほしいことがたった1個だけあります。僕はこのボランティア始めてから初めて分かりました。本当に世の中に7人に1人貧困の子がいるんだなって。先生、帰りのバスの運賃がないんだよって泣いてくる子が本当にいます。そういういことを知りましたぜひ皆さん 現場に行ってください皆さんの目で現状を見てください、皆さんの耳で人の話を聞いてください、そして皆さんの体で今、世の中で何が起きているんだっていうのを知ってください、ね、そうしないと、せっかく選挙で選ばれたんだけど、誰のために何のことをやってるのか分かんない税金の使い方がされてしまいます。そんな世の中ってみんな困っっちちちゃゃうでしょ自分たたののの税金がちゃんと使われたのに世の中って困っちゃうでしょ。 困っちゃうでしょ困っちゃうでしょ困っちゃいなね困っちゃうなね困っちゃうなね困っちゃうな、ね、っちゃわないようにみんなね現場に現場に行きましょう10分ちょうどさようなら